プララーンの休日は複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、その1週間に起こったあることないことを徹底的に組み合わせるまとめ動画です。はい、今日はですね、ちょっと面白い、チーピアめちゃめちゃしたか。ちょっと今日面白い実験をしてみた。これツイッターで話題になったんかい。うん、このね、ほらじゃーん、しめじ。これね、みんなどうやって切ってます？普通さ、この横ね、ここがっすりいくやん、包丁で。でもあのね、ある取り方したらほとんどあの無駄なとこなく石突きだけ取れるらしいんですよ。これをね、今回ちょっとやってみようと思います。多分言うツイッターで有名になったんやと思うんだけどね、この方法、覚えてるやり方。うん、いや、なんかね、そうそう、うん、むしっていく、そうそう、中心から一個一個ね、こう取れ、先行き不安やの多い。あ、それでええんちゃう。もうちょっと企画倒れも甚だしいがな。でもね、そうそう、そうだね、しめじってね、石突きの部分が綺麗に取れるらしいのね。だからこれはこれだけ残るんやな。そうそう、だからね、切らんでええねんて。これはこのままでええんや。そう、ほぐしましょうと。で、皆さん考えてくださいよ。あの、一人暮らしの方はよく利用してるかもしれんけど、よくね、あの、しめじとかバラで売ってるやつあるやん、袋詰めの。あれってよく見たら、結構根元までついとんねん。石突き以外のとこね。でもこうやってほらまとめて買ってくるとどうしても包丁で切ってしまうやんか。あれもったいないらしいんですよ。なんか汚いな、取れてんのちゃんと。雑いわ、嫌いやわ。あ、でも残ってってるわ。あ、なんちゅう、そのさあ、支えて取らんとそれは潜ってなるやん。何あるとんねん。親指突き指したらええ。あかんわこりゃ。いや、でもいい、見てみ、ほら石突きだけ残ってるもん、ほら。な、うん、そうそう、そうやって、そうやんか、あんた。押さえとかな、その根元を。こう？うん、そうそうそう。ほら。取れた。あ、もう、なんか。でも、こうだけやな。嫌やな、動画として。そう。だから、こうやってね、石突きが、ね、こうやって、石突きだけ残んねんな。うん。だから皆さんね、あの、切るよりも、こうやってほぐしてね、やったら、うん、最大限。使えませという動画でした。すごく中途半端になってしまいましたけどね。いきなりパックリ割れたもんな。2ふさ目ぐらいで割れたね。力が有り余っとんね。その力をどこへ使いましょう。こんなに使うんでね。はい。はい、というわけでこんな感じでした。以上です。はい、というわけでね、というわけでの意味がわからんけど、多分動画の連結的に、前で100均でですね、ダイソーかな、ハンモック、猫用ハンモックなるものを買ったんですよ。で、うち引っ掛けるとこないんですけど、なんか母親がね、考えてね、こたつの中にハンモックかけまして、で、ね、入るんかなと思ってね、思ったらね、入るんですよ、チーピーが。ちょっと今もね、入ってるみたいなんでね、見てみましょう。はい、ここにね、今声出したの聞いたの、どう？ちょっと浮いてるやん。かわいい。いいやん、チータン。お気に入りになったん、そこ。ちょっと熱ないか、チータン。こんな風、ちょっとはみ出てない？チータン。ちょっとはみ出てるで、チータン。な、プニ肉が。チータンよ。いいね、ハンモック。よかったやん。どこがお気に入りになったん？え、チッピーいいですよね。いいですよね、チータン。チータンいいね。ハンモックいいね。下からこう押すのが気持ちいいね。はみ出てまちゅよ、ここ。チータン。ブリンってなるで。あんまこっち来すぎたら。え？猫ちゃんね、買っておられる方は。ハンモック、うるさいな。買ってみていかがでしょうか。ちょっと、かけるとこ、これほんまはね、ケージにかけるもんなんかな、ほんまは。それない方は難しいけどね。はい、これです。ね、200円。買ってみてください。こういうね、檻にかけるもんらしいです。はい、じゃあ、この間、ご紹介したこれ。これね。これちょっとね、使っていきたいと思います。何に使うか、見てたらわかると思います。どうやって外すんやったっけ？スポンジ取ったらいいのな。
ここのね、スポンジをね、取ったら外れると思うんですよ。結構原始的やな。ちょっとやってみます。はい、こんな感じで、この間ご紹介したように、屏風型になってますね。で、このね、裏にね、この隙間に、スポンジがあるので、ニカワサジ。これで、お、ちょっと曲がってて取りやすい、これ。取ります。で、こっちも取ります。取れんぞ。このなんか、原始的なやり方、なんとかならんのかな。よいしょ。ほんなら、これが取れねえな。こう、上に抜けるんやな、こうね。あ、こうか。よいしょ。で、これは、ベコベコな感じになってねえな。アクリルです。節物とかついたら嫌なので。すごい気になるよな、こういうの。なら、これを剥がして。なんかネチネチちゃうん、これ。あー、ごったら立つ。あー、これ、シール剥がしすかんのちゃうん、もう。ペリッと剥がれるタイプにしとけよ。はい、シール剥がし。あー、めんどくさ。押さえる手も指紋つかんように。で、何入れるかなんですけども、ここに入れますのが、じゃじゃーん。大事な大事な、この2つのポストカードです。これを、ね、これ裏透明なんですよ。だから、これにしようちょっと映せないけど、これお手紙書いてくださってるんですよね。これも見えるなと思って。ここにこうセットして、で、こうか。あー、ずれる。こんなにして。で、これをまた入れると。おー、ええやん。かっこええ。で、こちらも、このね、二つはね、一緒に入れたかったんですよ。ちょうどええのあってよかった。で、こちらも、こうして。あー、ええわ、これで。このね、スポンジ式はちょっといただけないけど、まあまあまあ、おしゃれなやつ変えてよかった。めっちゃええわ。ええ感じ。おしゃれ。はい、これがしたかったんですよ。やった、おしゃれ。くださった方ありがとうございます。大事に飾らせてもらいます。嬉しい。はいどうも、先日5月5日はチーピのお誕生日&子供の日でしたね。でね、今日なんか変なものが置いてあったんですよ。それ何ってね、うちの母親が聞くから、なんか開けてみたんやけどね、すんごい発火の匂いがして、別に僕頼んだ覚えもなかったし、僕のちゃうでって言って、なんかすんごい発火の匂いしたでって言ったら、あーって言って、なんかね、僕にこれ買ってくれたみたいね、子供の日に。で、子供やねんって話やけど。子供おじさんの日にね。でね、届いたのがこちら。じゃーん。なんやねんやろ、これ。すんごい匂いすんのよ、これ。もうな、すごいよな、これ。もうな、開けた瞬間に発火の匂いして。なんかキシリトルガムみたい、ほんまに、匂いは。何かっていうとね、これね、エティーク。エティークシャンプー。バーミンタジーっていうね、原産国ニュージーランド。これね、固形化シャンプー、まあ石鹸なんか、石鹸じゃないんかな、シャンプーバーっていうやつらしくて、液体であるはずの有効成分が入ったシャンプーを固形化させたものなんですよね。で、僕すごくその添加物とか化学薬品うるさいので、僕シャンプーせずに石鹸で髪の毛洗ってたんですけど、これで洗い言ってね、なんかね、ほんと環境にも優しくてね、お子さんとか、あとペット用とかもあってね、まあ、なんていうんやろ、ナチュラル、エコなシャンプーなんですね。分けたら、その石鹸みたいな石鹸。チーピが嫌がってね、猫発火嫌いやん。すんごい埋めるのよ、さっきから。ほり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 。こんな感じになって、ラッシュとかね、若い人有名、知ってると思うけど。ほら、美味しそう。な、チビがすごい見てる。また埋めたろ思ってる。すげえ。ほんまラッシュやな。なんかもうほんまになんか手作業で切ったみたいないびつな形をして。なんかどうやらね、これね、濡らすんじゃなくて、自分の髪の毛をお湯で弱洗いしといて、これをね、スースーとこうつける。
だけ。だこれは濡らさないみたいですね。どうこれ取る？どうやって？いや、違う。ちゃうちゃうちゃう、これ持ってってな。こうやる。どんだけ泡立つかとかさ、見たいんちゃうか？皆さんな。ちょっとやってみようか。うん、すんごい匂い。ちょっとお風呂入っていきたいと思います。はい、ではこれでやってみたいと思います。ちょっと後ろ恥ずかしいんやけどねまずね、夜洗いをします。はい、よく夜洗いをしておいたら、これは濡らさずにこのままね、髪の毛にねこうつけていくらしいんですね。なんかすごい、なんやろ、これ泡立つんかな。ちょっと油っぽい感じしますね。こんな感じで、お、つけすぎ？どれぐらいつけたらいいの？こう洗うと。あ、でも泡立たへんね。泡立ちにくいかもしれん。すんごい匂い。よくね、夏場とかにほら売れる、なんていうの？男がよくやる。スカルプシャンプーっていうの。あんな感じやね。すんごい匂いする。全然泡立たへんね。痛い、目に入った。うわ。これね、夏場はいいけどね、冬場はあかんね。すっごいスースーする。ちょっと待って、僕あれや、スタイリング剤つけてたから、もう一回やった方がいいかもしれんね。もう一回ちょっとやってみよう。泡立たへんかったもん、全然。あ、泡立つわ。二回ぐらい洗わんなんかもね、僕スタイリング剤つけてたから。おぉ、結構泡立つわ。ほら。シャンプーにね、慣れてる人はあんま私、あれかもしれんけど、一回軽く、お湯の夜洗いの後に、一回ちょっとだけこう、石鹸つけてね、洗い流してからの方がいいかも。二回目めっちゃ泡立つ。ほら。見て、オールバック。全然似合わへんやろ。ここが四角いねんって。あ、めっちゃ泡立つわ。すごいスルスルする。夏場はいいね。気持ちいいわ。寒っ。うわ、寒っ。それは気持ちいい。でも、いや、でも気持ちよかった。すっごいスースーするけど、清涼感抜群ですね。夏場はすごいいいと思います。でも冬場はやめた方がいいと思う。寒い。なんかでも発火だけじゃなくて、今回ねこの発火タイプミントやったんですけど、なんかラベンダーとかね、いろんなやつがあったので、興味ある方はねちょっと見てみてください。何だっけ名前、なんやらかんやらやつね。いいですよ、これ。よいしょ。はい、こんな感じでした。今日買い物行こう思ってね、母親と一緒に出たらね、ちょうど玄関出たところに隣のおばちゃんがおって、で回覧板の回し中のことで気になることがあったから、おばちゃんにね話し出したよ、母親が。でもなんかずーっと5分ぐらい話し合ってても噛み合わへんのよ。最終的におばちゃんが勘違いしてたことが分かって、その間ずっと僕待ってて、どう思う？5分やで。